改善しななくていいいんじゃないですか新しいコミュニティに所属する時間をなくしてたんだと思うんですよね。えー、約20年来の友人やと仲の良い同僚と仲高いをしました。長年連絡を取られていた期間にお互いの経験や学びや感性などを含めて差が出て、感じ方、考え方に違和感を感じて私がおかしいと思う分をは,はっきりと伝えたことが原因です。日本人は人に同調し、見風を立たないことを良しとするのが好きですよね。世界でも客観的に考えない人でした、えーと。私は客観的に理論的に話ができないと質問にずれて答える人、ごまかす人が嫌でいします、えー。友達が少ない私は人の接し方をどう改善したらいいでしょうか改善し しなくていいんじゃないですか。自分が我慢をすることで続いていた友人関係というのを維持してしまった結果、新しい友達を作って新しいコミュニケーションとか新しいコミュニティに所属する時間をなくしてたんだと思うんですよね。なので自分自身がそんなに楽しくあの過ごせない友人たちと使う時間がなくなったので、結果として新しいコミュニティに所属できるようになったと思うので、その趣味だったり。 っていうののなんか、w ツイッターとかで適当になんか趣味クラスター探すと、なんかそのまあ何が趣味かなんですけど、釣りだかアニメだかバイクだか何でもいいんですけど、なんかそこら辺のあのクラスター探してみて、じゃあ今度ツーリング行きます、私も行きたいですとか、なんかアニメこういうのなんかあの映画行きたいんですけど一緒に行く人いますかとかで行きます行きますみたいな感じで、なんか新しいコミュニティの人と接点を作るようにすればいいんじゃないかなと思います。